呪霊側につくぞ。大丈夫かな、あいつらうさんくさいよ兄さん。呪霊が描く未来の方が俺たちにとって都合がいい。ただそれだけのことだ。受肉の恩は忘れろ。いいか弟たちよ、エソーはケチズのために、ケチズは俺のために、俺はエソーのために生きる。